い、どうもこんにちは、カジマクです。今日ご紹介するのは NEX5R のリモコンです。早速開けてみたいと思います。はい、これも実は互換品なんでね、封筒を開けたらいきなり本体出てきました。でね、なんか謎の数字222って書いてます。はい、本体ね、すごく薄くてね、正面向けるとこんな感じで、これね、値段めちゃめちゃ安くてね、僕が買った時430円でした。一応下にリンク貼っておきます。これすごくシンプルでね、ボタンが2つしかついてないです。これ上がシャッターを切るボタンで、下が2秒後にシャッターを切るボタンです。で、ここにペリペリついてるんで、これを外すと電池が通電するみたいです。いい、それでは早速使ってみたいと思います。はい、それでは詳細見ていきたいと思います。今日は iPad mini で撮影してます。画角狭いんでね、すごくやりにくいです。こういう時ね、 DSC-WX200 置いとけばよかったと思います。で、まずこのリモコン使うにはね、 NEX5R の設定を変更しないといけません。メニューを押してセットアップ、これでね、この自撮りセルフタイマー、これをね、キリにします。で、次にね、カメラっていうところのこのドライブモード、これをリモコンに設定します。これで準備 OK です。はい、それでは早速リモコン使ってみたいと思います。ボタン押しますね。せーの、こんな感じに撮れました。次にこの下の 2S っていうボタン、これを押すと2秒後にシャッターが切れるみたいです。はい、押してみますね。せーの、はい、ちゃんと写真撮れました。で、これ赤外線で反応するみたいなんですけどね、こっち向けて押してもちゃんと反応してくれます。これちっちゃくてシンプルで、すごく軽くて反応も良くてね、いい感じです。今ね、このリモコンの重さ測ってみたんですけども、 17g でした。これからね、これ便利に使っていきたいと思います。って言いたいとこなんですけどね、実はね、僕が欲しかったのこれじゃないんです。これね、実はね、僕普段動画撮るのに動画のスタートとストップができるもんだと思ってね、これ買いました。でもね、よくよく見てみると、これ写真しか撮れないんですね。で、冒頭でお話しした通りね、送料込みで430円なんでね、もう正直返品するの申し訳ないんでね、今回開封動画撮ってみました。で、もちろん写真撮りたい方にはね、すごくいい商品だと思います。で、なんで僕動画撮るのにリモコン欲しかったかというとね、これね、今ね、実はね、カメラに手が届かないんです。で、この NX5R ってね、録画の開始ボタンがね、結構後ろの方についてるんで、バリアングルのモニターをこっちに向けちゃうとね、真正面から手が届いてもね、押しにくいんです。で、前にもお話しした通り、このデジカメってね、連続録画30分未満しかできないんです。で、僕ね、動画撮るときあんまり何も考えないんで始めちゃうんで、動画撮ってる最中にスマホで調べ物すること結構多いんですね。で、後で編集するときに見てみると、ずっとね、こういう絵がね、20分ぐらい続いてることがあるんです。何度も止めたり始めたりしたいわけじゃないんですけども、座ったまんまでね、録画開始とか停止できたら便利だなと思ってたんです。でね、大したリサーチもせずにね、これ安いからと思ってね、注文しちゃいました。で、その後よくよく調べてみると、もう一つボタンがついててね、動画に対応してるリモコンも販売されてました。でも、もう一個リモコン買うのもなんか気が進まないんでね、これから何か使う機会を見つけてこいつ使っていきたいと思います。多分使わないですけどね。ということで、買い物するときは本当に自分が欲しい商品かどうかしっかり確かめましょうっていうお話でした。まあ、僕に向けての話なんですけどね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。ちなみにこれでバルブ撮影というものができるみたいです。なんでね、今度ね、バルブ撮影に挑戦してみたいと思います。っていうか、バルブ撮影って何なんすかね。もうちょっとカメラのこと勉強したいと思います。